ここもやられたのか。やられた？恒星生物、あの化け物どもさ。だが、なんで突然。俺はこの辺りを調べてくる。悪いが、もう一晩だけ付き合ってくれ。ああ。で、こんなのと一緒に旅をすることになったのか。俺たちシーカーの間じゃ、ドラゴンは神様の使いってことになってる。もっとも、神様なんて世界を守る存在がいるんなら、この村もこんなことにはならなかっただろう。まあ、帝国じゃ逆の言われ方をしてるし、本当のところは分からんよ。逆？9世紀を滅ぼした悪魔だぜ。そりゃそうも言いたくなるさ。奴ら何度も手痛い目に遭ってるからな。まあ、その辺はあんたの方が詳しいか。傭兵とはいえ、帝国にいたんだろ？で、これからどうすんだい？隊長にはクレイメンを追えって言われた。だけどそうじゃなくても隊長やみんなの仇を討ちたい。仇討ちか。まあ、それもいいさ。どちらにしてもよほどの目的がないと辛いからな、辺境の旅は。じゃあ、あんたの目的は何なんだ？俺か？聞いてどうする？いや。あるもの、人を探してる。絶対の客人とでも訳せばいいのかな。9世紀の記録にはそう書いてある。絶対の客人？悪いが、それ以上は言えんな。そのクレーメンってやつは砂漠へ向かったぜ。え？そのせいで砂漠の恒星生物がここに攻め込んだのさ。シーカーは死んでも仲間に情報を伝える術を知ってる。この村にいた仲間が残した遺言さ。
俺も連れてってくれよ。実はここで仲間と会った後、砂漠の向こうで別のシーカーと合流するはずだったんだ。だけど一人で砂漠越えはできないしな。頼むぜ。おいおい、ドラゴンがいたって一人で砂漠越えは無理さ。考え直せよ。ありがたい。その代わり砂漠の越え方は俺が教えてやるよ。大丈夫、任しときなって。砂漠は地下を通って越える。それがシーカーの鉄則だ。砂漠の構成生物は地上に住んでるからな。地下を通るってどうやって？方法はいろいろあるぜ。ワームの抜け穴、オアシスの水脈、ガリル砂漠ならでかい地下遺跡もある。遺跡の近くには水があることが多い。砂漠のオアシスも大抵遺跡絡みだ。で、うまい具合に水を抜けば地下の水脈がそのまま通り道になるのさ。砂漠の構成生物は割と手ごわいんだが、ワームだけは別だな。大した武器を持ってるわけじゃないし、何より抜け穴を作ってくれる。抜け穴って？あいつら砂漠を周回する習性があってな、地下を掘り進んだ跡が通り道になるのさ。地下にあるバカでかい遺跡の跡だ。そこを抜ければ砂漠を出られるぜ。遺跡？危険じゃないのか？なに、ほとんどが死んだ空洞だよ。地上の入り口が辛うじて生きてるだけさ。お前が追ってるクレーメンってやつ、黒い艦隊を指揮してるって言ったな。何か知ってるのか？シーカーの間じゃ有名だぜ。あの艦隊は独自に9世紀の研究も進めてるらしい。その指揮官ともなりゃ相当ヤバい男だぜ。ひでえ国だぜ、あそこは。9世紀の力で無敵の軍隊を作りやがった。最初は構成生物相手に戦ってたんだが、そのうち他の国を攻め出してな。今じゃ大陸のほとんどが帝国の領土さ。ドラゴンか。辺境じゃ神様の使いってことになってるぜ。帝国は逆に目の敵にしてるがな。そうなのか？ああ、連中ドラゴンにはやられっぱなしだからな。ドラゴン同士の戦いに巻き込まれて帝都の半分が焼けちまったこともあるそうだ。9世紀か。辺境じゃ神の時代だなんて言われてるが、実際はどうだか分かったもんじゃねえ。考えてもみろ、構成生物も帝国軍の武器ももともと9世紀の連中が作ったもんなんだぜ。ずいぶん物騒な神様じゃねえか。僕は遺跡の発掘所を警備してたんだけど、遺跡のことはよく知らないんだ。帝国の連中だって似たようなもんさ。手当たり次第に掘り返してるだけだ。だから時々偉いことになる。偉いことってどんな？眠った遺跡が目覚めちまうんだよ。目覚めた遺跡は何をするかわからん。下手すりゃ国一つ滅ぼしかねないのさ。あいつらも9世紀文明の残り物だ。今じゃ世界中にはびこってやがる。特に数が多い場所は水源、森、それと遺跡の近くだな。どうして人間を襲うのかな。多分戦の道具だったんだろう。でなければ人間様に恨みがあるのさ。シーカーって一体何者なんだ？ぬすっと呼ばわりしたくりゃ構わんぜ。初めて会った時のこと謝るよ。隊長からそう聞いてたんで、つい。いいっていいって。もともと俺たちは嫌われ者なんだ。神の領域を荒らす罰当たりってわけさ。実際はそうでもないんだな。え？9世紀が神の時代だって話だよ。
大抵の連中がそう信じてるかな。あれはもっと恐ろしいもんだ。帝国なんかよりずっとな。そうだ、こいつを取っときな。金はいらねえよ。お前らがへたばると俺も困るんでな。ありがとう。でもこんなものどこに持ってたんだ。荷物なくしたんじゃないのか。へへへ、お宝は死んでも手放さねえよ。